こんにちは、映画監督というか映像作家の梨本太郎です。新潟に住んで、映画を撮ったり写真を撮ったり、あとはたまに映画とか教えたりいろいろしてます。最近新潟で明け先という、ちょっと不思議な怪しげなもののけが漂ってそうな映画を撮りました。これは妖怪っていうか現代の妖怪で、ちょっと時空おじさんというのがいるんですけど、その時空おじさんの話がネットとかにずっとある、その話がちょっとアイディアの元になってます。一番好きな妖怪は、まあ、鬼と言ってしまえば鬼なんですが、私の生まれ育ったところで生まれたと言われている四天王寺という鬼があります。なんかお釈迦様と同じで、こう生まれた時から話もしたし立ったし、知の、すごく知恵もあったって言われてるんですけど、彼は鬼になって、遠くの人は、お釈迦様になってっていう、その違いというかその悲しさとかいろんなことをこう考えてしまって、とても大好きなキャラクターです。感じな。昨日までの自分、明日の自分、全部一緒。明け先。